もうたまらんでしょこれ。はい、今日のモーニングラーメンラーツーはこちらの方でさせていただきます。めっちゃすごい景色いいですよ。まあちゃちゃっとしてね、サクッと食べるんですけども、魚めっちゃいますね。見えますか、魚のこの魚群、広角すぎて見えないかもしれませんけど、もう魚すっげえ。ではサクッと食べましょうか。まあ水もしっかりと持ってきた、これ大事ですからね。水は少なめ、はい、少なめです。で温めます。お、ついたかな。うん、 OK。 で蓋を閉めてと。今日は辛ラーメンですね。これセブンイレブンで買ってきました。ゴミ飛ばないように全部ここ置いとこう。でネギたっぷり、今回ねネギたっぷりなんで、ネギとね卵ですね、これね、卵とネギたっぷり入れます。めっちゃ怖い場所なんですけども、まあ、景色は相当いいですね。後ろから朝日が照ってるんで後頭部熱っ。ちょっとね、2つあるんで1つ食べちゃおう。もう1つ食べちゃいます。とろと卵黄の半熟煮卵。うん、ダイエットの味方だよ。魚の魚群を見ながらこの煮卵たまらんね。あービール欲しい。まあこれ二口ですね。うん、うまっ。うん、この煮卵の汁を入れちゃおう。これで味の深みをプラスアルファ。 OK。 あ、これででもね、ご飯炊いたら美味しいと思う。よっしゃ、辛ラーメンパッパパー入れちゃおう。よっしゃ、こんな感じで。よっしゃ、もう先入れや。あのガスがな、あんまりガスがなかったんで、ちょっとでも途中で火が消えるのが怖いんで。この景色どうですか。いいですね。めっちゃ朝一ですよ。贅沢な時間ですよね。高級辛ラーメンを食べてるんですよ。これから人生にはこのゆとりの時間を作った方が有意義に暮らせるんじゃないかなと、ケニシはそう思います。皆さん忙しい毎日送ってませんか。あー、でもいつも使ってるバーナーパッドを、やっぱりバーナーパッド持ってこないとダメですね。メスティンはこの S サイズっていうのは細長なんでね、横の火がうまいこと、これ横の火をうまいことね、熱伝導でこっちするんで、やっぱりバーナーパッドが大事っていうのが今日分かりました。あれは本当にいいですよ、バーナーパッド。使いすぎたら、ね、家のコンロで使ったらこうふにゃふにゃになるんでガタガタになるんですけども、もうでもそれガタガタになってもやっぱりこういう時には必要ですよね。ではまあぼちぼちいけたと思いますけども、ついたてがあったもんね。ほら、このついたて効果でだいぶ火の勢いが増して、あ、グツグツいきそうですね。ここから出てくるかすかに香る匂いがたまなく食欲をそそってきます。もうでも間もなくいけそうですね。よし、火を止めて、もうできたということでいい感じです。うん、ではオープンします。
オープン。うわー、パッパパー。うわー、あと熱いってね、これ下に落としたらこれ怖いんで。もうめっちゃちょっとね汁少なめなんですよ。なぜかって言うたらこのネギをたっぷり入れたいから、うん、ネギたっぷり。ネギ、うわ、こぼさず、よっしゃ、すげえ。最後は卵。おお、いや、辛ラーメンのめっちゃいい匂いする。では、いただきます。おぉ、湯気出てるの分かりますか？うわ、カレー。このネギ。あ、カレー。汁少なめやから、辛さは倍増。このネギはね、最後に食べるっていうね。汁と共に食べるっていう。もう、たまなんでしょ、これ。あら、水、カレー、あー、辛、涙出てきた。こんなに辛いもんやったかな。やっぱ汁少なみって恐ろしい。うん、辛いの馴染んできたぞ。うん、馴染むもんなんかな。いや、辛さに麻痺してきた。その辛いのがうまいんだよね。ああ、いい感じや。この韓国ラーメンの麺ってアルデンテすごいありますよね。少々煮ても結構硬さが残ってるっていうか。うん、このネギパワーがスープに絡んできて、で調和されて辛さがちょっと抑えられたのかな。うん、食べるたびにこのシャキシャキ感たまらんわ。今朝のだいたい8時半ぐらいですけど、いいですね。あ、今度チーズ入れてみよう。で、煮卵、さっき一つ食べましたけども、うん、いや、うまい。これダイエットに効くよね。こればっかり食べてもいいよね。うん、ちょっと汁をしまして、煮卵、これはまたうまいわ。お、もうそろそろフィナーレに近づいてきたぞ。辛ラーメンってかやくに人参が入ってるんですよ。人参と椎茸が入ってるんですよ。初め見た時不思議な感じでした。だから日本の感覚で言うたら人参入れるって言ったら鍋じゃないですか。だから韓国ラーメンは鍋の感じなのかな。では最後これをすすります。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。最後は家の水道水で締めます。うん、水道水も悪くないね。ゴミは持ち帰ると、これは大事です。漏れてもいいように二重。よっしゃ、では帰ります。また今後ともラーメンツーリングアップしていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。でセンベロシリーズと旅シリーズもちょこちょこアップしてます。合わせてご覧ください。ケンチでした。